筋肉回転。あーやべえ、コーヒーこぼしちゃったよ、どうしよう。できた、たくましい太あごひげトカゲ、ピンクで可愛い。一人は辛いけど本当の自由はそれになれることから始まる。完成。孤独なイルカ、いろんなフルーツを食べ散らかしながら飛んでいくコウモリを描いてみた。よし、幸せな夢を見ているコウモリ。続きまして、初めて描いたよ微生物。踊るってことはパーティーか。パーティーやな。踊り狂うミジンコ、この鳥知ってる。もはやぬいぐるみだよね。一度は生で見てみたい。シマエナガ、働いてお金が稼げるようになったらこの人の絵を描いて、これからも応援してます。ありがとう。一旦しっかり落ち込む、それがコツ。失恋を乗り越えたトラ、毎回作品見させてもらってます。人生楽に生きていいって慰めてもらってる感じで好きです。希望を見つめるイエキャット。これで最後。みんなたくさんのリクエストありがとう。いいね、感想もらえればまたこの企画やろうと思います。どんどんリクエストもよろしく。社会の厳しさを知った柴犬。